ある科学者たちは銀河系間の研究を巨大電波望遠鏡を使って始める。僕は偉大なジョニー・ユーへの3ページの手紙から始めた。なぜこんなにこだわるんだろう。うまく説明できるだろうか。ジョニー・ユーの試合を一度も見たことがないし、ボルティモアに行ったことさえない。スーパースターのファンである友達たちは僕の頭がイカれたと思った。どうしてファンになったか写真を見せて説明しようとした。ピーター、こいつはカラーじゃないよ。友達たちは彼の素晴らしさをよく分かったとは思えない。よくわからないが、写真を見るたび彼はどの試合も宇宙全体の運命が彼一人にかかってるかのようにプレーしている。ジョニー・ユーを信じている者はもう僕しかいないと思い始めた。でもアルファセンチュリーでは初めて彼を見たとすると、僕は一人ぼっちではないかもしれない。ジョニー・ユーが僕の話を分かってくれるかは知らないが、少なくともジョーは理解してくれそうだ。ユナイタスは最高だった。残り1分と3秒、コルツは3回までダウンしてる。タイムアウトはない。だからジョニーは作戦を地面に書いたんだ。ただ地面はカチカチに凍ってた。彼はどうしたと思う？大輝がノミを使うように親指で掘ったんだ。そんなこと初めて聞いた。勝つためなら何でもやった。どんな犠牲を払っても。彼は戦士なんだ、ピート。僕たちみんなのために戦った。ジョーは興奮していたが、正直なところ学校で彼と一緒のところを見られるのは少し罰が悪かった。だからエレンの宇宙人発見テストについてジョーの援助が必要になった時、僕らは彼を屋上の秘密の場所にこっそり連れ出した。そうね、基本的な質問から始めた方がいいわね。こんなのどう？血液は何色？鋭い。いい考えがあるよ。片足で跳ねてみてと頼むんだ。もし地球に来たばかりなら引力に慣れてないはずだ。いい考えね。エレンとジョーは質問を考えてしまうと他のトップニュースを調べた。そうだ、12月にはソニックブームがあった。地域の上を飛行機が飛んだという記録はない。町の犬についてはちょっと妙な行動をとった。たった一つの難点は時間切れということだった。分や秒が僕たちには加速しているのに、哀れなアーティにとっては時は止まっていた。ピートを待っていて、アーティエ、アーティエ、ガッ、事態は深刻だ。頑張れ、今行くぞ。それは死のドッジボールであり、ピートはダウン寸前だった。一番強いボールを当ててみろ。するとどこからともなく、お前らの攻撃なんてヘロカッパだ。ドッジボールの大殺戮が終わった時には立ってる敵は一人もいなかった。世界最強の男であるアーティも居残りには勝てなかった。エレンはこのチャンスを利用し、地球上で最もそれらしい二人に宇宙人かどうかの質問をすることにした。いい？私が言った言葉で頭に浮かんだことを言って。レモンケーキ、アーティー、レモン風味の、これはバカ。エレンは宇宙人の探索はこの116教室で終わるだろうと自信を深めた。はい、16、おーだ、このぐらい鍛えればいいかな。見て見て、すごいだろう。だが二人の肉体的、心理的、内分泌的能力を全てテストしてみると、信じられないかもしれないが、人間、あと2日で町全体を回らなければならない。妙な形のかさぶたありません？
ウサちゃんみたいな格好のがあるけど。何が見えますか？岩だ。もっと詳しく。大きな岩だ。あなたには普通と違うところはありませんか？普通と違う？そんなことないよ。宇宙人好きのエレンもちょっぴり絶望し始めた。あなたの血液は何色ですか？お父さん。事態はかなり望み薄だった。エレンが一軒一軒回って宇宙人を見つけようと奮闘してるとき、僕は宇宙の何十億マイル先に何か幸運がないかと期待していた。ジョーの助けで伝説的なジョニー・ユーの活躍が、シグナスやケンタウルスやアンドロメダや巨大なマゼラン星雲などの恒星のモニターに映ることが分かった。これは簡単な部分、難しい部分は専門家を見つけることだ。有名な優勝戦に実際に出た誰かを。その誰かはアート・ドノバンだ。1950年から63年までホルツのディフェンスだった。彼は最後の望みの綱だ。ジョニー・ユーと宇宙の謎を解き明かしてくれるだろう。たった一人の人物だ。何？ええ、こんな具合です。試合を中継したテレビの電波は宇宙を進んでこの図のようについにはアルファセンチュリー系に到着します。こんな感じです。火星人が宇宙のテレビみたいなもんで俺の不格好な顔を見るってのかい？でも彼らはジョニー・ユナイタスも初めて見るんですが。実はな、ジョニー・ユーの口だって見栄えは良くなかったんだ。でもプレーはどうでしたか？いつも一人で世界を背負ってるように見えませんでしたか？その頃試合中に爪で土を掘っていた時、そのことを覚えてますか？土？ドノバンさん、ユナイタスの最初の3文字がユニバースの3文字と同じなんて何か感じましたか？俺の名字の最初の3文字はドーナッツの最初の3文字と同じだが、特にドーってことはないだろう。ところで何か雲はないかね？運命の日まであと23時間。解くべき謎は山とあるのに、僕はないない尽くしだ。ランチもなくレポートもない。一番必要としてる時にジョーもいなかった。一日中誰も彼を見てない。単に消えてしまった。結局僕らは担がれたんだろうか。さあね、きっと自分の心配事があったのよ。サマースクールが鼻先で目を向いているので、僕らの最後のチャンスはお互いをテストすることだった。人間だろ。ええ、十分に。じゃあ私の番。私の磁場どのくらい？エレン、こんなのバカげてるよ。なんでジョーはこんなことを勧めたんだろう、ポーチマンのやつ。待てよ、まだジョーをテストしてなかった。そうよ、だから消えたのよ。バレるのを知ってたんだわ。そうだ、考えれば考えるほどはっきりしてきた。ヘンテコなラジオ、頭の立ち毛、強力な静電気、それに最も臭いのは史上最高の試合だ。あいつ絶対見たんだよ。だからあんなに詳しく知ってたんだ。自分の星で見てたんだよ。全く筋が通っていた。僕らはなんてバカだったんだ。ジョーがずっといたのに。何としても彼を見つけなくては。夏休みが助かるんだ。行こう。ここで何してるの？星を見てるんだ。あれはシリウスだ。大犬座だよ。なぜ猫座がないのかな。ジョー、レポートの締め切りは明日なんだ。知ってるよ。僕はまだ手もつけてない。
私たちを巻き込んだのよ。手伝って。ごめん、できないよ。できるわ。じゃあ兄さん、質問に答えて。誰にも言わないよ、約束する。でもポーチマンは？レポートを見るよ。ポーチマンにはバラさないよ。もう後戻りはできなかった。残されてる道はジョーをテストするだけだった。協力して。やってみるけど。一つずつエレンは全部の質問をした。その中には僕のためのジョニー・ユーと宇宙のこともあった。とうとう夜中の12時ぴったりにエレンの宇宙人の探求は表向きには終了した。地球へようこそ、ジョー。ジョーは全ての質問に答えてくれた。どこから来たのか、どうやって地球に来たのか、それから一番答えにくい質問に答えてくれた。バレたくなかったんでしょ？なぜ宇宙人の探求なんか進めたの？寂しかったんだと思う。プラネタリウムで出会う日まで君たちは寄りつかなかった。僕は無視されてた。でもあれから違った。僕たち仲間だった。終わりにしたくなかったけど、どうせ遅かれ早かれ正体はバレたと思うし。二日前にあなたがなんだか分かってた。本当？ええ、友達よ。ついに僕たちはこうして宇宙的関係を打ち立てることになった。15 14。翌日、ポーチマンは最後の審判の時までカウントダウンをした。彼の胸毛は同じ催眠効果をもたらしたが、もちろんジョーの秘密は漏らさなかった。7 6 5 4 3 2 1。おしまい。きっと夏の自由を味わうのを他のみんなより少しだけ伸ばさなくてはいけないけど。さあ行くぞアーティ。僕たちにはどうでもよかった。だってサマースクールでポーチマンが僕らの頭に天王星の輪をいくつ詰め込むつもりか知らないが、僕らはすでに一番大切なことを知ってるんだ。僕ら人間は宇宙で一人ぼっちじゃない。そしてジョーも同じだった。